こんにちは、速稼塾の久保です。まあいろいろね、怖いっていう感情は人にはあるもんですけども、怖いからできなくなるっていう人とかね、不安だから動けなくなるってことがまああります。それはね、今年顕著だったんじゃないかなと思うんですよ。今年の居酒屋の倒産件数ってもう史上最高だったらしいですね。で、飲食店さんも潰れていくということでございます。まあ、多くの方は事情があるんで、そんなこと言ってもできないよっていうのはね、わかると思いますけども、それをね、あえてね、前提でお話ししますけども、本当に飲食店さん、居酒屋さん、打つ手がない中でも何か手を打っていかないと、もうはっきり言って、居酒屋さんとか外食をする時代っていうのは一旦終わったんですよね。ここでなんで終わったかというと、もともと多すぎたんですよ。どん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 居酒屋さんとか、それから飲食店さんっていうのはブームがあって、ブームがあったもんだから、いろんな方がね、脱サラして飲食店を始めちゃったんですよ。そうなると軒並み増える一方で、でもマーケットの人数は減っていく。で、その中でね、家で自炊をしましょうっていう文化も出てきたりとかして、まあなんていうんですかね、私がね、大学の時とか会社員の時っていうのは、もうとにかく居酒屋だったです。むちゃくちゃ居酒屋だったんですよ。でも居酒屋に行かなくても宅飲みとかっていうのでね、ツイッターとかで連絡取りながら飲み始めたりとか、物価も上がってきて居酒屋に行く場合じゃないとかになってきたり、やっぱりね、マイホームでテレビなりビデオなりインターネットを見ながら一人なり二人なりで飲むみたいなの方がいいよねっていうふうに、個人の時代がもっともっとシフトしてきてね、まあ今日飲みに行こうぜって言ったら30人ぐらい集まっちゃって、それこそ収拾つかなくなるみたいなね、そんな飲み会飽和状態みたいな時代はもう過ぎてですね、本当私の場合はね、居酒屋行ったらちょっと次行こうぜって言ったら別の居酒屋行くみたいな感じで、3次会4次会まですごく楽しんだんですけど、今はそういうことじゃないですよね。行っても1次会までと、居酒屋の向こうのバーとか飲み屋にはもうほとんど行かないみたいな感じで、ちょっと外で何かするっていうのがだいぶ限られてきてね、そういう楽しみを知ってる人だけがマニアックにその世界に行くことなのかなと思います。さあ今回何が言いたいかというと、居酒屋を経営したりね、飲食店で勤めてる方、確かに怖い。今回みたいな感染症が流行ってくると、どんなに清掃してもお客さん来ない。それはね、働いてる人の能力ではないんですよ。そのマーケットがどんどん閉じていってるってことなんですよ。だからここにいつまでもいると本当にとんでもないことになっちゃうんで、早く離脱して全く別の方向に進んだ方がいいと思います。これなんでこれを言うかというと、私がね、麻雀をやっていたからなんですよ。麻雀屋の業態っていうのはどんどんインターネットのそのスマホゲームにシフトしていって、インターネット麻雀にシフトしていって、麻雀業っていうのはね、10年で3分の1ぐらいになったんですよ。で、私はそこに参入したもんですから、先がないと思ったんですよね。先がないのに新規参入してしまった。本当これは愚かだなと思います。要するに下りのエスカレーターに乗っちゃったんですよ。本来だったら上りのエスカレーターに乗らなくちゃいけなかったんですね。で、下りのエスカレーターの麻雀屋と上りのエスカレーターのインターネットとが、まあ、同時に行われていた時期が私の40歳から始まった速稼塾っていうものなんですよね。で、そうなると上りのエスカレーターで速稼塾で稼いでるのに、下りのエスカレーターの麻雀店で赤字出してるんで、ずっとプラマイゼロなんですよね。だから麻雀店を閉めることにしたんですよ。で、方向転換がうまくいったということですね。当然今までの業態として人を雇って店舗をっていうことにはならなくなりまして、人も雇わずに一人で、このね、限られたところでどこでも自由にっていうことになりました。全く違う道を歩んだんですよ。怖いからそうなったとも言えます。で、多くの方は危機感って感じてると思いますけども、感じてるだけなんですよ。危機感を感じたら動かないといけないんですよ。だから動かないですよね。こういう言葉があります。怖いからやらないと、やらないから、もっともっと怖くなるって言葉です。これ竹中平蔵さんの言葉ですけどね、やっぱ不安だったらやんないとって思うんですよ。このままだったらやばいと、収入なくなるんじゃないかな、社長どうするのかな、じゃないんですよね。居酒屋とか飲食店に今勤めてる方は GoTo なんとかがなくなっちゃうかもしれないと、社長どうするんだろう、じゃないんですよ。従業員として何ができるかなんですよね。社長と Facebook で発信していきましょうと、そしてそこで実績作って Facebook の広告戦略をビジネスにしましょうっていうのを、誰も来ない居酒屋の綺麗なところでみんなで取り組めば、居酒屋があっという間にオフィスになるんですよ、ね、インターネットオフィス、 IT 企業になるんですよ。それはできないことではないと思いますから、社長の指示を待つとか経営者が何かすることを待つんじゃなくて、従業員一人一人から始めていけばいいと思うんですよ。それこそね、従業員さん一人一人が持っている LINE のリストあるじゃないですか、ね、それを合わせれば会社の莫大な財産になるってことにね、そろそろ気づいた方がいいかなと思うんですよね。これをここで言ってもしょうがないんですけどもね。まあね、ちょっと話変わりますけども、吉田さんがね、独立して怖かったっていうのは私よくわかります。ずっと私見ていて、多分こんな気持ちだろうなと思ってたんですよ。私自身も、まあ、ハローズっていう会社にサラリーマンとしていてね、その会社の歴史と看板と信用が
お客さんを呼んでくれたのに、私はね、自分の力でビジネスがうまくいったと思ってたんですよ。でもそうではなかった。会社を離れると、私はすでにその会社の看板はないと。久保哲郎というブランドは世界では全くの無名ですよ。だからお客さんなんて取れるわけないんですよね。だから私はね、20代30代と一回も黒字になったことがなかったんですよ、私の力が全然なかったってことですよね。で、看板がない、自分が知られてないってことになると、これは知られないといけないなってことで、しかもいい印象を残さないといけないと思うんで、私は人生をどんどん変えていったわけなんですよね。そして速稼塾の久保ですというタイトルをつけて、あらゆるところでインターネットビジネス広島では一番ですと自称して速稼塾を推していったわけなんですよ。その結果、多少の影響力が出てきて、 YouTube の追い風もあって、今ここに至るわけなんですよね、だからね、やっぱりね、自分自身の看板があるのかないのかっていうと、やっぱないですよね。吉谷さんね、どんだけ物を売ろうが、どんだけ商品作ろうが、じゃあそれはですね、誰かのネームバリューによって集められた自分の集客力ではなかったってことなんですよ。さあ、ここでね、多くの方が気づくと思います。ビジネスで大切な3要素、商品、集客、セールス、この3つの要素のうち、多くの人が挫折するのは圧倒的にこれなんです。集客なんですよ。集客でうまくいかないんですよ。なんで集客でうまくいかないかっていうと、発信してないんですよ。発信以外に集客はないですからね。発信以外に集客はない。ここに気づいてるのに、いやでもなかなか YouTube でどうこうみたいなね、誰もができないんですよそんなことみたいなね。それは危機感を行動に移してないんですよ。だって明日になったら飢え死ぬかもしれないって時にね、やらないわけがないですよね。だからどっかで甘く見てるというかね。私の今ね、テーマで動画を撮ってるのが持続化給付金ですけども、お金くれるの待っててもくれないとなると、こっちからアクションを起こすしかないんですよ。官邸にメールをしたりとかね、麻生財務大臣の事務所に電話したりとかって、国民の声を届けるしかないんですよ。でもそれをやる人も実は少ないんですよね。だって国民の声、要求を上げるという行動をすれば、国ってのは動くわけですよ。次の選挙でも当選したいですからね。だから多数派の意見ばっかりいつも聞いてくれるんですよ。でも多数派の意見ってのは今届けられないままにいます。私の動画のコメント欄に不満を書くだけで終わっちゃうんですよ。同じ労力でそれを官邸に届ければいいのに、もしくは私みたいに YouTube で発信して焚きつけていけばいいのにと思うんですけどね。なぜかね、一番困ってる人が一番行動しないんですよ。で、困ってもない人が他の人にね、多分こんなことをやったらみんな喜ぶだろうなと思っておせっかいでやるってことが多いんですよね。さあ、それでは今回も動画をまとめていきたいと思うんですけども、怖い、恐怖、これがね、多分ね、行動のキーワードです。その恐怖がリアルを感じてね、毎日寒気がするほどやべえなこれはと思ったら行動するんですよ。でも残念ながら賢い人ってのはですね、自己肯定感が強いですから、俺頭がいいから大丈夫だろうと、昔こういう経験で乗り切ってから大丈夫だろうとかね、いざとなったら誰かが助けてくれるだろう、天から金が降ってくれるだろうみたいな感じで結局甘く見てるのか、それともね、それすら考えずに、まあいいか明日でみたいなことでね、やってるのか、吉田さんが言われてるように、自分の力に疑いを持つなら、自分の人生運命に疑いを持つなら、やり込むしかないですよね。行動してればとりあえず不安は消えないけど、ちょっと薄らぐことができます。そしてその行動をむちゃくちゃしたってことによって、スキルが上がったり集客ができたりっていう風なところがちょびっとずつ出てくるんですよね、だからやっぱりやらざるを得ないってことですよね。それ以外に答えないんじゃないですか、ありがとうございます。